山本智和は、日本の政治家、実業家。衆議院議員、宇和島市長、愛媛県議会議長、西雲期船社長、第二西雲期船社長を歴任。長男の山本孝一は、衆議院議員、環境大臣。愛媛県北宇和郡下名田村根津泣きの反応反魚の、家庭に、伊豆三女の抜師として生まれる。海運業を営む傍ら、1940年に、 宇和島市議会議員に当選。その後愛媛県議会議員を2期務め、第40代県議会議長に就任。1953年、第26回衆議院議員総選挙に、旧愛媛3区から自由党公認で立候補し初当選。1955年の第27回衆議院議員総選挙でも、再選。離党整備新興法の成立や補足運が、 船越運河の建設に尽力。郵政大臣だった田中角栄に直訴して、不可能と言われた竹ヶ島の電話仮説を実現した。1958年の第28回衆議院議員総選挙では、再開当選の今松次郎にわずか304票差で落選。この時テレビの選挙速報で当選確実を打たれて、陣営で当選を祝ったものの後になって落選が決まり、 続に、万歳落選と言われた。その後、1967年に、宇和島市長選挙に立候補し、3期目を目指す中川、千代寺を破り当選。再選を目指した1971年市長選ではの中川に破れたものの1年足らずで、中川市長が休成。これに伴う市長選で返り咲いて、以後3期務める。この間、宇和島市長者の建設。 宇和島市立病院の財政立て直し、初買うウガ、降らないと断水と言われた水問題の解消など、功績も多いが、別当地区ゴミ焼却場をめぐる住民との裁判では、控訴審で実質敗訴。1980年4月13日に行われた市長選では、元県議会議長の中畑義夫を破り4選したが、この市長選で双方が選挙違反したことが発覚。 同年5月16日には、山本、中畑が揃って逮捕された。その後の捜査により、中畑が、船体幹部らに渡した現金の合計は3300万円に上っていたことが分かった。6月9日、山本は、漁港海岸保全工事をめぐり、市内の土建業者から1000万円の寄付を受けた、容疑で再逮捕された。1981年、辞職。 同年6月2日、懲役2年の一審判決が下された。1994年12月28日、地元の宇和島市で死去。89歳坊津。ありがとうございます。